はいじゃあ後半行きましょう今ビットコイン見たら86万円ぐらいでしたねだいぶ上下運動激しいですが、あのーまあ、まず買ってみることがおすすめですで一応、あの周り的に僕がセミナーやると上がりますなぜでしょうか答えは簡単永遠に右肩上がりをしていただけです なんですがいつもこうやってふざけて言ってるんですけれどもやっぱり去年もですねこの年末11月12月やるたんびにあのチャートが、ねあまあ、去年のもう夏ぐらいからかなあの各社始まり始めてもうやってる方も気持ちいいんですよね。あのまた上がっってて嬉しくなって同じ人 お客さんが来てくださってヒロピーさんに言われたとおりに買ってみましたら何万もかりましたとか何十万もかりましたって喜ばれてあやってよかったなと思って <laughs>、あのー、この間もです、ねそのまあ、日経関係のセミナーやったときも、あのーまあ、そのときに80万ぐらいで、まあ、その後急落。まあ 直近ですよねこの10日2週間ぐらいでしたんですけど結局 V 字で回復して90万ちょっと超えてで今の現在に至るんですが、あのーまあ、多分もうあっという間に100万いっちゃうかなと思います去年もそんなこと言って来年は10万ですねとか言ってたらもう年末に10万超えちゃったっていうおちゃったんで,で年明けで15万までもう爆投していった、まあ、本当にこれ多分バブルなんだろうなと思いますただ、あのー、世間もバブルだバブルだともちろん言ってる え僕も間違いないと思います、ただ、あ市場が若いんで、しっかりあのバブル崩壊してるんですよね、きこの間も90万近くまでいって、60何万まで落ちてとか、あの58万円まで上がった後に、この間30万円まで落ちてとか、しっかり40%ぐらい下落してるんで、これ、株式市場だったら完全にバブル崩壊じゃないですか。 でもビットコイン市場2ヶ月に1回のサイクルで来てるんで <laughs> しっかりと1ヶ月で上昇バブルが起こって1ヶ月でしっかりバブル崩壊が起きてるんでこのサイクルはもうひたすら続いていって時価総額が膨張していくえ間違いなく多分このペースいくと思いますでちょっと僕の,あのコネでですねいろいろアメリカの元マイクロソフトの,その社員のえ偉い人が AI の 技術を使ってですねそのビットコイン予想をしててですねそのレポートがめちゃくちゃ当たるんですよ、同じサイクルでちょっと今回の高値は外したんですけれども5回連続ぐらいですね高値と安値をほぼほぼ見事に当てててですね この夏の時もその58万ぐらい行った時も高値はその55万か6万だって示しててその後35万円まで33万円まで急落するって書いてあったら本当に30万円まで落ちてですねでその後今回の直近の上昇で74万8000円ぐらいまで上がるって予想してたんですよまあそしたらまあちょっと今回ようやく初めて外したんですけどまあ外したというかまあ当たってるっちゃ当たってるんですけどまあオーバーシュートしてあの88万。 まででつけてでその時のレポートだと74万8000までいってから38.2%要するにひぼなっちぐらいのその4割ぐらい調整して次は150万円まで来年度2月まで目指すっていう予想が出てるんですね。でまあ今回ちょっと高値は外れしたものの88万から60万円までの下落って約4割なんですよ。 このまま V 字で回復してきたんでこれはやっぱすげえなあのあの AI の,あの市場予想、レポートと思ってですねなのでちょっと今、申し上げておくんですけど一応、その超天才あの予想 AI はですね2月もう書い,とい,ていいいてですよ155万ぐらいまで予想してるんでもしかしたらもうちょっとオーバーシュートするかもしれないですえーすごく疑わしいですよねでもこれ5回連続当ててきてるんでやっぱりそろそろこれかなり今世界中で有名になってるんで。 結構かなり意識されてますなので意外とプレイヤー100万ぐらいは余裕で超えるって思ってる人多いはずです、えー、僕もその一人ですがなのでまたえ結構果敢にこの間のお締めも60ふざけて Twitter 見てる人は分かりますが66万666 66円で買ったとか言って今も持ってます多分今含み益100万ぐらい出てると思いますが、まあ、そんな、えー、っていうのはもう大体その60万円ぐらいがボトムだろうと思ってパンパンパンと FX ですけど 25枚ぐらい25ビットゴインぐらい買ってえくるくる回転させていたらまあやっぱり価格が上がってきたなとでまあい旦いろいろ問題がね沈静化したんでおそらくこの年末にかけてまたぐいっと上がっていくんじゃないかなと思います12月のボーナスかなりジャパンまで入ってくると思います絶対みんな狙ってるなと思うんで次のボーナス入ったらビットコイン買ってやろうっていう思ってる新規の参入者も多いはずですからちょっといち早く 一歩リードしておいた方がいいのかなとまあ僕の持論ですけどそんな風には思ってますさあいきなり初っ端から脱線しましたが後半戦いきましょう日本でこれから起こること中央銀行の貨幣の電子化と書きましたでえ恐縮なんですが僕の,あのビットコインや仮想通貨ウェブサイトを持ってましてそこにあのもし貨幣にブロックチェーン技術が備わったらまあどうなるだろうっていうのをちょっと書いた文章があるんですねこれかなりアクセスが多くてですね あのー、ちょっと読ませていただきます、だいぶ端折りますが、ページの量が多いんで、<laughs> あのーまあ、要するにこれ、一般の初めての初心者の方に、そのブロックチェーンがすごいっていうのは、まあ、じゃあ分かったけど、具体的にどうなんだ、どういうふうになるからすごいんだってことを説明してみた文章なんですね、でまあ、ちょっと簡単に読み上げていきます。 100円玉効果は長旅をしているあなたの財布に平成5年製造の100円玉があるとしましょう円を発行しているのはもちろん日本銀行ですこの100円玉効果も平成5年に日銀が製造したものになりますもっと言うと日銀が独立行政法人の造幣局に指示を出して造幣局の工場で えまあ100円玉の効果が製造されたものなんですけれどもそれがえその平成5年当時にもたくさん製造されてですね世の中にまあ出回っているというわけですで100円玉っていうのはあれ 4.8g らしいですで材料がですねえー75%が銅でニッケルが25%の材料費で直径 22.6mm っていうサイズであのえ刻印とか模様の柄がついて100っていうふうにねえ削られて100円玉がえ出来上がってるというわけです でまあ、そういったまあ毎年毎年まあコインが発行されてるんですが現物の,この平成25年だったらまあ20年以上まあでも世の中に出回ってるんですね、えー、20年間まあ人々の財布やレジの中自販機の中長旅をしてきました。 でその100円玉があるとしますこう考えると随分感慨深いものかもしれませんがたくさんの旅をしてきたことでしょうしかし今目の前にあるその平成5年の100円玉が本物であるかは100%保証できるものではありませんまあ各国もちろん犯罪ですが日本は効果は公巧妙できていて、まあ、まず偽物が一番流通しにくいとは言われてますしかしまあ世界を見渡すとやっぱり偽札とか偽物のコインっていうのは多くて アメリカでも,そのもう100ドル札なんか信用されないとかユーロあの欧州でも20ユーロ札まではほとんど出回ってるけど100ユーロ札なんか基本的に受け取ってくれない変な怪しい顔をされるっていうのと同じでやはりえ偽札とかそういったリスクがあるってことですね。でただもしそれがあったとしてもまあそれが仮に1ドル札とかまあえー5ユーロ札だったとしてもまあそれコンビニとか。 世の中の中売店でで使うことときると思いますバレなきゃですよであのまあそういったですね偽物が、えー、出回っているで例えばこの平成27年までに流通したとしましょう、えー、世の中に出回ってる100円玉がその期間に1個増えちゃったってことなんですねさっき前半戦でお話ししたビットコインが世の中100ビットコインしかなかったのに 101ビットコインになっても実は、えー、現代の貨幣だったらそれは分かんないんですね日銀はその年と都の年に発行した量は全部記録はしてますけれどもあとは世の中に支柱に出しちゃえば実際にどれだけ出回ってるのかっていうのが把握できないんです、えーまあ、できるわけないですよね、まあ、田,んす田舎の炭素預金もあれば、えー、偽物も入紛れ込んでるかもしれないですしじゃあですねもし このブロックチェーン技術に100円玉が備わったとしましょうどうなるかというとですねあの、ま、だその平成5年に作られていた100円玉に取引履歴が全部残ったとなると多分もう何万とか何十万だと思いますさっきの A さんから B さんにじゃないんですがそれの履歴が全て残ったとしましょう、えー、そうなるとですねあの、まあ、例えばその 100円玉にですねミクロの IC チップが含まれていたとか、そんな感じでいいですでま,あまた読み上げていきますが、これがもし、効果、紙幣に備わったとすると、もし100円玉にミクロの IC チップが含まれており、取引利益をすべて把握できたら監視能力,で能力までも雇っており、友人間同士のお金のやり取りまで把握できたら。 市場に出回ったときから履歴がすべて残せるのであれば銀行の ATM に入れておかなくても間違いなく本物と認識されるでしょう実はブロックチェーンを採用したデジタル通貨、まあ、いわゆる仮想通貨ですと上記のような履歴をすべて把握して管理できるんですよということでこれらの履歴が分かると今後世の中どの,ふどのようなふうに改善されるでしょうか1マネーロンダリングなどの不正がすべて暴けることになります 2、発行している貨幣、す、え、べ、ー、ての、えー、日本銀行が把握していれば、ですね企業収益から税金から各個人の所得とか、す、え、べ、ー、て管理、分かってしまうんですね、えー。つまり確定申告もいらないですし、税務調査もしなくていい。えー、ということで、マネーの流通量がすべて把握できているため、えー、日銀のですね、中央銀行の金融政策の方針も、えー、かなり貢献すると思われます。で そしたらです、ね、またバブルなのかとか、えー、景気後退をコントロールしやすくなるんじゃないかといって結構いいこと尽くしなんですね結構これ世の中平等になると思いますあの脱税とか節税という言葉が死後になってくるはずなんで意外とあの一般庶民の人にとってはかなり恩恵があるんじゃないかなと思います、えー、大手日本トヨタ自動車ですらソフトバンクですらほとんど企業の法人税納めてません、えー、それはいろんな、えーまあ、力のある 企業だからこそいろんな節税対策ができるわけですから、なので、意外とまあ中期零細企業のほうがの税は貢献してるんですよね。で、えーまあ、そうするとですね、あのー、意外と平等に世の中、その年間で所得があった分、平等な配分で比率で徴収されるため、もし今の日本円がすべて今みたいにスイカみたいになったら、すごく便利だと思います。いろんなえ事務作業も減りますし うん、役所の人間もいらなくなるし、えー、いいとこ取りなんですねで、資金洗浄もないですし、これに注目しているのが日本だけじゃなく、アメリカもですが、ロシア、中国なんですね、特にロシア、中国、2年前まではもうビットコインなんとか、そんな仮想通貨なんてマネロンされ放題で、国外に、あのー、キャッシュ、資本がダダ漏れだと思って、えー、規制、規制、規制だったんですが。 特に去年プーチンさんプーチン大統領はもう手のひら返してイーサル・イアムすげえって言い出した、えー、これはロシアルーブルのデジタル化だっていうふうにもうえ推進し始めてるぐらいなぜかというとここまでコントロールできるんだったら、あのー、また長期政権も可能ですしその敵対するえ野党側に行ってしまう資金も全部抑えられるじゃないですか。そそううういいった思惑もえ新興国とかそういう 治安がま,あまだ安定しない新興国などにとっても非常にメリットがあるんですね、この,デジタルあの貨幣のデジタル化っていうのは、さらにもう一つ言うと、米ドルの覇権を落とせる可能性があるんですね、デジタル化させることによって、すべて今、貿易は1回ドルに変えてから他の外貨に計算することになってるんで、アメリカ人が余計な仕事が多いんですね、企業は。といった面でも、アメリカが成長できる理由はそこにあります。 あとアメリカの言いなり金融政策はやっぱりアメリカの言いなりなんでアメリカが金利引き上げます FRB が引き上げるって言ったらもう新興国からわっさーと資本が逃げて米国に還流しますアメリカがちょっと横着して連続で利上げなんかポンポンポンとしちゃえば新興国東南アジアのちっちゃい国なんかもひとたもりもなく潰れますからやっぱりそういう力を持ってるんですね。やっぱりそれ外から見ると 面白くないんですねで中国の元もおそらく米ドルの存在も厄介で、えー、ロシアも同じですじゃあどうするかというとこのデジタル化仮想通貨同士でやり合っちゃえば我々のロシアで発行したルーブルのデジタルルーブルが中国で取引されていくらどこに資本が入ってるかっていうのは世界中にあのどんだけ資金が出回ってるか っいうのも把握できるんですよね。ってなると、非常に、えー、世界各国、意外と平等かもしれないです。となると、ベードル不要論になってくるんですね。これを狙い始めたのが間違いなくプーチンさんです、プーチンさん、めちゃくちゃ賢い人なんで、えー、とか、まあ、中国、で日本も、えー、こういったものに、えー、また政府も一丸となって、ですねあの考えを改め始めている。 そういった意味で規制もいろいろですねいい方向に動き始めてるだからやっぱりビットコインをはじめとしたアルトコインがどん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 資本が注入されて期待されている国までもが一丸となってるんでこれはやっぱり大きな波が来てるのではないでしょうかということが言いたかったんですはいっていうような話でしたああまあ言っちゃいましたけどののの電子化のメリット発行通貨の キャッシュフローを全て把握することができる余すことなく税の徴収が公平に行われるいいですねこれお金持ちの人はちょっと嫌ですけど <laughs> マネロンが根絶、えー、可能より公平な世の中を期待できるんじゃないかというのがまあ僕の持論であり、うん、おそらくそうなっていくでしょうというやつです よってその,その他のですね今までの通信網もすべて9割型分散型ネットワークに依存してくるようになってくるんではないでしょうか。で、少しまた次の項目にいくんですがイノベーションはイノベーションビッグバーンは20年おきに起こるまあいいかなあのー IT バブルから20年経ちました。 なので、多分このブロックチェーンまたは AI のそれに携わるバブルが今起き始めています。じゃあ、IT バブルより20年前何だったかっていうと、インフラ整備ですよね、世界中の。えー、日本の場合だと、田中角栄の日本列島大改造論でしたっけ、改造論でしたっけ、1970年代、あれも実は人物、金を田中角栄さん、すごい賢い人ですよね。あの人の金を もっともっと循環効率よく日本中回すためにはどうしたらいいかって考えて高速道路をいっぱい作ってもっともっとトラックもっと早く人と物と金の移動を早くすれば経済回るんじゃねえのって考えたんですよねやっぱりそれはその通りで高度経済成長期の第2弾ですね日本が成長したそれきっかけになったと思いますでもこの時の当時もやっぱりあのー 故郷株とか鉄道株とか買ってた人はかなり勝ち組だったと思いますし、まあ、今日もいらっしゃっているご年配の方はその辺りの株をあのゼネコンとかですね買っていた方はかなり儲かったんじゃないかなと思いますこれって今のインターネットのインフラ整備と同じなんですよね一番冒頭の,あの地方集権型っていう一本の棒で、えー、どこ行った前から戻りましょうか。 こっちですね左これのネットワークの通信が今からインフラ整備で大工事されてこっちに移るってこっちに下の方がいろいろと効率的で安全でいいだろう同じ発想なんですねこれもやっぱり1990年後半の IT バブルの20年前はアナログですけれどもそういった改造が行われたもう一歩じゃあ1950年代といえば戦後の復興の時代 えやっぱり20年おきに何かしら大きな出来事っていうのは、なんでしょうね、この経済サイクル上、起こりやすいんだと思います、ある程度地盤ができて、出来上がったものに対して、それが浸透し終わった、多分そうだと思います、スマホも携帯もほぼ皆さん、1人1台持ってますし、Suica だって2005年ぐらいかな、僕は大学1年生でこっち出てきたときに、Suica という存在を初めて知って、僕、名古屋出身だったんで、名古屋じゃそのとき、まだなかったんですよ。 電子のピッてややるでまああんなものが皆さん持ってもう今頃もう慣れちゃってえ手に取っていつものよ当たり前のように使っているやっぱりああいうものがえ新しく出てきて世の中全て浸透し終えた頃っていうのは 何かしらイノベーションが大きく動く転換点の都市なのかなって僕のぼんやり思っているまあ初見なんですが多分まあまあ大あんまり的を外してないんじゃないかなと思ってますでですねもう一つまあこれ何度もよく使うんですけれどもまあ僕の,あのセミナー来ていただいた方にはよく見せているこのテクノロジーのハイプカップ理論っていうえアメリカのガートナーシグループという大手コンサル会社の理論なんですけれども あの何でも世の中、の世の中こういうふうに発展してきて物が当たり前になる過程、一番最初出てきたときって物珍しいもの、黎明期っていう時代があるんですね、ビットコインが出てきて、なんだ、ビットコインって、皆さんほとんどマウントボックスの事件あたりで気づいたと思います、ただもうそのときっていうのは、超ニッチなところですが、こんな過度な期待でバブルになってたんですね。 100円とか200円300円だったやつが13万円まで値上がりしてでそこから大崩壊して10分の1になっちゃったって実はこの減滅期だったんですねこの3年ぐらいはでそこから去年1年半ぐらい前から徐々に徐々にやっぱり見直されてやっぱりこの技術すごいだろう分散型ネットワークすげえということで徐々に徐々に浸透していって安定期に入って上がっていく。 で、今まさに今、上がり始めてる。でですね、歴史的なもう発展品、普及品っていうのは16%理論っていうのがあります。これ見ていただければお分かりの通り、戦後は洗濯機とか冷蔵庫、テレビ3種の人気ってやつですね、昭和後期には自動車、エアコン、平成に入るとパソコンや、えー、携帯電話ですね、折りたたみっていうのも出てきましたし、で、インターネットが普及して、液晶テレビなど。 で2000年代以降は、まあ、先ほど申し上げたとおりスマホとか電子マネーとか、えー、スイカ c 7個ですねすべ、えー、てですねみんな最初は持ってなかったんです持ってなかったけれども各家庭に1台とか1人1台とか持ち始めてからやっぱりみんな持ち始めるんですよねスマホを普及し始めた頃だったら覚えてるかもしれないですけど 俺は私はあんなのは使わない折りたたみ派だとかガラッケー派だとか言ってたと思うんですけれども <laughs> 気づいたら全員持ってるじゃねえかよスマホと <laughs> まあそんなもんであのこの理論で言うとですねそのガートナー社理論で言うとですね16%人口の16%を超えたあたりから爆発的に加速するらしいです普及率が15%人口のそのある一つの組織というかまあ集合体に対して16%、まあ、要するに国ですよねの人が えー、16%以上握るとドーンと加速して誰もが必ず絶対何,何かしら持つようになるあっという間にそれが50%までに到達するということですじゃあぼう一番初めの冒頭にお話しした今現在数ヶ月前の,あのアンケート調査で日本人、えー、ビットコイン仮想通貨持ってる人は2.7%しかいなかったということはこれはまだまだチャンスあるぞ ちょっとこの数か月で流行っちゃって仮に5%だったとしても全然間に合いますよね実はまだこの辺にいるかもしれないです自家総額も、あのー、理論的に考えるとゴールド市場と比べればまだまだ小さな存在ですって考えるとですね、まああのー、もう買ったら遅いんじゃないかとか、まあ、まず買ってない方は絶対皆さん同じふうに思われてると思いますがこの理論上でいくと 全然余裕だだだと思いいままますまだまだ早いそして今回のこのバブルイノベーションは人類初のですねグローバルバブルに間違いなく発展しますんで今までは1、えー、つの国のバブルそして IT バブルだけは先進国だけのバブルだったんです。でこうやってネットワークがグローバル化したことによって今回の イノベーションの閣変は新興国や発展途上国も入れることになったんですね。なぜかというとやっぱスマホとかの普及のおかげだと思います。ベネズエラはこの間経済、えー、国家破綻しました、デフォルトしました。ベネズエラのビットコイン会社、すごいらしいです。えー、ジンバブエのビットコイン、えー、禁止になんかしたとかしてないですが、みんなビットコインに変えて、あんなお金、ジンバブエドル持っていくとか、テレビで見たことあると思いますけれども。 あの米ドルだって流通してるのが偽物かもしれないですしいつ盗まれるか信用ならないですし襲われる可能性だって新興国発展途上国ならより高いその危険性は高いただしなぜかアフリカの村の人もスマホだけは持っていてちょっと街に充電しに行くとかそういうことをやってるんですねトイレとかの電気も取ってないインフラセーブもないのにスマホとか携帯だけは持ってるっていうのは やっぱり、えー、あまりにもグローバルの発展スピードが速くて我々日本人が歩んできた道をだいぶワープ乗り越えちゃってこっちを先手に入れてしまったっていう、えー、新興国、発展途上国の人間が多いでかつ発展途上国、新興国の人間は、えー、残念ながらその通貨のインフレ信用がないためやっぱり非常に不安定なんで銀行とかにお金預けないんですねでも家に持っておくと泥棒が入ってくる。えー 僕があの3年前、ボビー・オロゴンさんとザイエフェクスでバト,ルトレードバトルしたときの,の対談の打ち合わせのときに行ってたんですが、ボビー・オロゴンさん、アルジェリア、ナイジェリアか、ナイジェリアでえ十何人兄弟であので、実家に家族で帰ってき帰ってたときに、夜、泥棒が入ってきたんですって、ナイジェリアの泥棒は、おい、俺たち泥棒だぜってこうやって入ってくるんですって、お金出さないと殺すぞって言って、堂々と入ってくるんです。 でもう家族上に逃がしていろいろやり合ったとか言ってましたけれども、まあ、そういうふうに平気で治安の悪い国っていうのは、まあ、そんなのが現状なんですね。ってなるとやっぱり家にお金なんか置いとけないんですね。っていった意味で実はそのアフリカでも結構そのあ、あのー、ビットコインがすごく人気で実は日本の価格よりだいぶ乖離したところで取引されてます。実はこっっちの方が安全に資産を持っておけるしし楽だし 今、認証もあるからたとえ盗まれたとしてもすぐに即それが引き抜かれるリスクっていうのは極端に低いといった意味ですごく需要があって今、の新興国特に発展途上国の政府は禁止にすごく従ってますなぜかというともう自国通貨の価値がほぼゼロになってみんなビットコインとかイーサリアも買い始めちゃってるから困ってるんですただ、この流れは間違いなく止められないです、えー、一昨日ぐらいもトルコでかな エルドアン大統領がまあむちゃくちゃな政策をするんで今、トルコ安が止まりませんがやっぱりみんなトルコ人もですねうビットコインに買い始めててビットコインあいついっぱい持ってるって言って暴行食らってビットコイン汚要請とかまあそんなような半分強盗事件が起こってこの逮捕されて AFP ニュースかなんか流れてましたけれどもまあそんな状況が起きているこれはえ今回のイノベーションえブロックチェーンまあなんていうかな仮想通貨バブル間違いなくグローバルで巻き込んでやってくるはずなんで。 やっぱりそう考えてもあのさっきのガートナー社のハイプカープ理論ですけれども間違いないんじゃないかなと思っています世界中で似たような比率の人間が持ってるんで、えー、60億人の人がまた一斉に飼い始めてこれが16%超えたらどうなるかとえらいことになると思います、えー、とんでもない人類史上初のバブルが起こると思うんですがやはり今のうちに皆さんちょこっとだけでもまず買ってみるといいかなと思います はい、えー、そんな感じで仮想通貨の展望です、時価総額は作り上がり続けて、仮想通貨市場の基軸通貨として、ま,あ、または金本位制みたいな時代な、まあ、あのゴールド的な立ち位置にまあビットコインはなるんじゃないのかな、そして各分野に、えー、特化したブロックチェーン技術を持ったコインが、えー、それぞれ発展したその、それのニーズにマッチした、えー、経済に、まあ、市場に、えー、貢献していく。 でこれはもう国家一丸となってイノベーションとして推進していく可能性がまあ高いんじゃないかなと思ってます、えー、これもちょっと中国のサイトであったあれなんですけどえっ、ー、とこれ4ヶ月ぐらい前のあれなんで市場の時価層はここを表したときまだあの時まだ4兆円ぐらいしかなかったんでもうこれ今3倍までいってますが半年前の技術もう今どうでしょうここ,ここにいるのかなビットコインは でオールアップルもすごい成長してるんで、まあ、100兆円なんでもうちょっとこっち行ってますが、えー、まあ比較したあれですね、世の中のものに対してそれに対してこのゴールドのマーケットは8.2テラって書いてあるんですが、まあ、要するに800兆円ぐらい、えー、700兆円ぐらいの時価総額があるんでまだまだこんなビットコインとかオールクリプトあの仮想通貨市場と比べてあまりにも小さいマーケットだねっていう風に。 あのかまあひひ皮肉じゃねえや、えー、将来の展望を期待した、まあ、あの記事だったんですけれどもでやっぱりゴールドのマーケットってやっぱ大きいんですね結構こんな、あのー、見比べてみるとあの大きかったっていう株式市場とか、えー、ちなみにナスダックが750兆ぐらいだったかななんでゴールドと同じぐらいなんですよ でえー、ダウが1000兆円ぐらい、時価総額にして、当時だったんで、今、もうちょっと、もう10%とか上がってると思いますが、確か日本が、あれ、日経、日経いくつだったっけな、200だったかな、100か200です、ごめんなさい、<laughs> どっちか数字覚えてないんですが、まあ、そんなもんの市場です。<laughs> えーまあ、そんなんで、ストックマーケットのは全部、全部で6600兆円ぐらいあるらしいですよ。 って考えると今世界の株価も何でもバブル状態なんでこれがえ来月12月米国の CME にビットコイン先物上場した時どうなるか試算では1000億ドルぐらいはビットコイン市場に流れるんじゃないのかなという試算が出てるんで単純計算でもやっぱり倍になるっていうのはあの AI が予想したのは確かに悪くないかもしれないというような感じですね。 全然時間がなくなってきた最後にまあ僕のウェブサイトなんでちょっと宣伝しておきます一応本当はあの岡藤さんがあったらここに名前書いておくところなんですけど <laughs> ないんで <laughs> 一応いろいろおすすめ取引所とかですねえ仮想通貨 FX とかえ自腹切ってちゃんとやっておりますちゃんと僕は実弾突っ込んでですねガチャガチャやってます先月どうでしたっけねこの講座だけで300万ぐらいプラスです今月も2 3 0 0万ぐらい増えてますもっと増えてかな もっと増えてますね1000万以上増えてんな <laughs>、はいえー、すみません、ちょっと商品のお菓子なんでゴールドの話もしなきゃいけないんで、残り5分、10分でやっちゃいます、えーまあ、株も気になるところだと思うんですけれども、えー、ちょっと怪しい動きしましたね、日経、えー、昨夜、えー、どうでしょう、今、皆さん、もう株まだ買って、買い持ちしてるって方いらっしゃいます まあそうですよね多分もうかったと思いますどこまで行くんだろうっていうぐらいびっくりしてますけど僕も、えー、とにかくこういった相場は必ずゴールドの比率を3割ぐらいに引き上げて持っていくのが一番ベストらしいです一応なんか理論的には5%とか10%ポートフォリオに入れましょうという、えー、理論はあの皆さんどっかの記事とかで読んだことはあると思うんですが こういったバブル相場の過度な最後の成長とかその上昇トレンドの際は計算値的にはなんか30%ぐらいまで比率を引き上げるとかなりベストなトレードができるらしいです。50年か60年データ分析した結果らしいですけどもで結構僕ゴールド買ってるんですよ。ごめんなさい円建てでちょっとトレードしないんでちょっとドル建てでお願いします。失礼しますが今ちょっと今えー昨晩 てかまあ今朝型のニューヨーク,クローズ1283とか5ドルぐらいあったんですけれども徐々に徐々に連日相場でこれだけアメリカが金利上げて上げる上げるって言ってるのにもう下げ止まっちゃってるんですねでゴールドって最後の,その株式の上昇相場の時に一緒に上がり始めるんですよなぜかというとインフレ資産株式はバブル状態のやっぱり1年2年前ぐらい 直近の事例で言うと、やっぱこれ2007年ですよね、サブプライムがまだ明るみに出る前、絶好調なぐらいの時に、株もこの時ぐいぐい上がってて、で金は、えーあ違う、株もぐいぐい上がる、米ドルの利上げも世界的に利上げサイクルに入って、いけいけなのに、金が売られない。っていうと、やっぱり多分富裕層の人たちが買い始め危険を察して買い始めてるんだと思うんですけど、比率を上げてるから多分、下がらなくなるんだと思います。 でその後この2007年のいつだったっけな、これ8月か9月なんですけど、7月かな、ビュンと上がって、でその後この2ヶ月後にダウはトップアウトしました。あのー、似たような雰囲気がある,あるとは僕は思ってます。なので、ま,あ、また日経がね、この15%ぐらいとかダウが15%ぐらい調整してビュッと上がるかもしれませんが、その際、絶対金。 だいぶ結構鉄板な形状してくると思うんでそういった意味で実はコツ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 買ってるんですねまあブログとかツイッター読んでいただいてる人は僕が買ってるっていうのはあの知ってると思いますがもうこの何ヶ月も、えー、去年も行ってました去年もこの辺取りましたけれども大きくあの狙ってるんですよそろそろ大きく跳ねるんじゃないかなというところで来てると思いますもっと細かいこと言うと次買い増しすんのはまあこの辺りのトレンドラインし足で引いてますが あのドル建てで1220ドルぐらいとか10ドルぐらいに落っこちてきたらまあ買う気満々で準備している最中です、まあ、落っこちないんだったらまあこの辺で適当にペン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 買っていったやつがあるんで、まあ、そのまま放置する予定なんですが一回下がっていくところある,あるんだったら買いますっていう目線でおります、うん、最後8、白金プラチナの、えー、スポット100始まりましたねちょっとこれも そそろそろ、あのー、発金はあのーまあ、皆さんご存知かもしれませんがその10年前の爆投した時覚えてると思うんですよ2000ドルぐらい行いった時あの時ってその自動車のハイブリッド化がすごく進んでてそしてさらにここから電気自動車が流行るかもとかそういうので、あのー、セルのところの吸着に使われるんですねこれ理論的には証明はされてないらしいんですけれども、まあ、要するに排気ガスを出すところに その白金をこう置いとくとですね全部悪いガスをこう吸っちゃうんですよ白金って実は。でえと実は僕昔サラリーマンやってる時はあのまあそういったその分析装置とか売ってる所社にいたもんですから意外とその,あの純金積み立てコツコツ会社とかですねいろいろ研究所に行ってですねあのこのセルに使う吸着の排ガスの分析とかやっててあの研究員 の先生とですね僕は無析装置買ってほしいからこう夜中までこう横に座ってですね <laughs> あのデータの結果が出るまで5時間ぐらい座ってたとか <laughs> 覚えあるんですけどもその時も白金とかパラジウム使ってましたでそれでこうあの実験いい数値出てあの要するにまあハイブリッド化を目指すためにテストしてるんだぜっていうようなその会話なんですね。 スイッチを押したらもうねやることないんで5時間ぐらいしゃべるしかないんですよ先生と <laughs> で。延々といろんな難しい話されていてあのその辺意外と覚えたんですね。あのでその時からあのちょこちょこあ発見投資いいなと思ってあの2000年代中盤ぐらいからこの辺からコツコツなんか触り始めている最中です。でおそらく AI 関係とかも発展していくとやっぱりテスラの自動運転とかありますし、えー、そうなってくるとまた 自動車もまた様変わりりしていくそんな風にやっぱりパラジウムパラジウム最近すごい上がりましたよね。あれと一緒で白金もそろそろターンが来るんじゃないかなと思ってるんで意外とその現日の現日っていうんでしたっけあのスポット100始まりましたよねロールオーバーずっとできるやつ。買ってもありなんじゃないかなと思ったので面白いちょっとスパイス的な投資の意味で。 ちょっと白金乗せておきました。意外と面白い。白金とゴールドもなかなか面白いです。なので、インフレ資産にもなりますし、株式投資してる人だったら、絶対にゴールドを今も買っておいた方がいいですなかなか一石二鳥な立ち位置にあるんで、ゴールド、貴金属ですね。なので、ちょっと金と白金は、近々もうまた何かしらで買い増さなきゃいけないなっていうように、普通に本気で考えています。なので、ちょっと仮想通貨の利益をちょっとぐらい回そうかなっていう、本当にそんな感じで、向こう3、4ヶ月。 見てますねはあそんなこんなでいっぱいお話ししましたが、えー、いかがでしたでしょうかちょっとぐらいビットコインに興味あるとかちょっとワクワクしたんならまず買ってみてください初めて株を買った時のあの喜びとなんか1000円1万円儲かっただけでも嬉しかったと思いますビットコインも一緒でとりあえず調べずに先に買った方が 先に買って利益出た方が面白くないって調べますんでそしたらどんどん知識ついてきますんでそんなもんでいいと思います初め株買うときなんか何も見なかったと思います僕も分からないです楽天のネット証券でペンと買ったやつ今も覚えてないですけど適当に買いましたライブ動画適当に買ったらなんか4倍にいっちゃって大学生の時に100万ぐらい持ってウハ、えー、う,はうはやってた覚えもありますがその後いろいろ調べるんですね人間そんなもんだと思いますんで、えー、まずビットコインでもイーサーでも何でもいいんでちょびっと買ってみて興味持って調べて いいただいてまた、えー、早く早い段階16%に人口が達する前に買って、えーまあ、皆さん勝ち組になっていただければなと思いますので、えー、今日のこの、えー、セミナーを締めさせていただきたいと思います。どううぞごご清聴ありがとうございました